はいどうも、はるきです。今回はこちら。ベイブレードバースト B67 ランダムブースターなんですけれども、こちら今回一箱しか買っておりません。この一箱で、このレアのギガントガイア QF が来なければ僕は YouTube をやめます。行きましょう。ほんともう、その中古とかで買っただけじゃなくて普通に買ってきました。普通に買ってきて、特に意味もなく、 ただ、なんとなく、そういう企画をやってます。まあ、このね、動画が最後の動画になるかは分かりませんけど、まあ皆さんハラハラしながら見てください。自分が一番ハラハラしてますけどね。でもね、絶対来ると思うんだ、俺は。別に測ってもないよ。ただ適当にパッ,パッと、パッて取ってきただけなんだけど、なんかね、もう来るって思っちゃった。それなんてね、バカなことやってるんだろうって今思ってますけど、もう引き返せない。まず、あ、ここで第一関門ここで丸まってたら俺はもう終わりだ。おー。 まあでも絶対ギガントガイアが来るという自信を持ってね、この動画を撮ってるわけだから。まあ来ても喜びませんよ。うん。普通なんでそれが。ダミーダンボールが1枚だったら、おっ来てる。まずこっから行こうか。まずこっから行こう。まずこっから行こうか。おあクォーターいや、まあま,、うんうん、まあ、まあ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 ままうんうん。俺さ、ふ、うんふ、うんふ、うん。普通です。普通です。絶対当たるんで。 行きますよ。はーい。よしんおっしゃーっと言ってない。おっしゃーと言ってない。普通。これが当たり前。これが当たり前でーす。はーい、これが当たり前。と、よし。よし、ちょと味しじゃないし、よし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 。はいー、来ましたね。やっぱり。俺のね、勘は絶対に外れない。っていうことを今証明しました。 以上です。この動画は以上ですね。よかった。ほんとよかったよ。出て、出てよかった。安心してる。ご視聴ありがとうございました。またこれからもね、ベイブレードパーソンの動画を続けていきます。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。